国鉄 C35 系コンテナとは、日本国有鉄道が1984年から1986年まで製造した鉄道輸送用の12フィート長5トン積み有害コンテナである。1983年に国鉄は複数方向から二役可能な二型開きの C31 型を製造していたが、全行を若干高くしない容積を増やしつつも、 自長及び製造コストの低減を図った本形式が開発された。国鉄コンテナ発の内張りベニア板の全面廃止等、構造の簡易化や製作工数の削減により、1個あたりの製造価格は従来の4分の3に削減され、財政難の国鉄末期における大量増備を可能とした。製造は民間の富士重工業、 東急車両製造のみならず、全国の国鉄工場でも広く分散して行われ、製作数は1万1600個である。しかし、登場間もなくして、荷主や物流関係者から、打ち入り部に焼いたを撤去したコンテナ内部の鉄板剥き出し構造による荷物のすれしや気温差による結露が直接積み荷に浸透し、商品価値の低下や、 既存事故の苦情が多発するなど、財政立て直しで実施した苦肉の策であるはずの、打ち張り全面廃止が裏目に出てしまい、結局は1986年に、本形式に従来通りの打ち張りベニヤ板を施した、新形式となる C36 型へと製造が移行し、本コンテナの製造は早々と中止されてしまった。1987年4月の、 国鉄分割民営化に際しては、11,592個が日本貨物鉄道に引き継がれ、継続使用されたが、1994年度以降、19バイト型や 19D 型や 19G 型などの新型コンテナの登場によって、廃棄や WC35 型への改造が進み、2010年度に全廃された。側板び屋根、扉に至るまでプレスとして、 自動溶接を可能とし、工作の簡易化を図っている。また、製造所により2種のプレス形状がある。2 0扉は、側面及びつまの2肩開きで、外のリスン法は高さ 2438mm、幅 2438mm、長さ 3658mm と、従来の国鉄コンテナより全高が若干増えている。 最小内包寸法は高さ 2081mm、幅 2322mm、長さ 3541mm。つま入り口は高さ 1937mm、幅 2257mm。側入り口は高さ 1937mm、幅 3351mm。 床面積は8.3平方メートル、内容積は17.2立方メートル。コストダウンのため、内部に結露防止用の内張り合板を全く貼っていないほか、後半にジンクロメート系防錆塗料を塗ってある点などが他のコンテナと大きく違う。C36 型からは結露防止のため再び合板が貼られるようになった。製造時期により、過氷重、 表示表示の位置にサインがある。初期に製造されたものは、右側の側扉に二表示とその上に表示表を受け、反対側面の右端に二表示が設けられていた。途中から、側扉の下表示が左側に移され、反対側面の下表示も左端に移動している。この変更された形態は、C36 系、C40 型でも踏襲されている。塗装は、 イメージ一心を図るため、青22号、コンテナブルー一色とされた。この色は、後に発足した JR 貨物のコーポレートカラーにも採用されている。ありがとうございます。